た殺し屋が出た。あの名探偵野郎、死体の魂は成仏してない。サビのせいで魂の重さ 21g は減ってない。俺ら殺し屋とはいえ成仏だけはしたいもんだ。このままだと俺らもやられる。やられる前に。人を切った日本刀が血と油で錆びるように俺の手も錆び始めた。職業は殺し屋。人の殺しすぎだ。それは仕事だ。退職しろよ。伊庭さん。笑顔もろくに作れない。このままじゃ完全に手が錆びる。そしたら人間じゃなくなるぜ。やつを撃て。手を完全に錆びさせろ。もう手動かねえだろ。行くぞ。また拷問か。